スピーターで第2戦に参戦することになった、キャサリンこと久保川キャサリンスミカです。みなこんにちは。キャサリンって呼んでる、私はネカラのドリフターで、D1 レディスリーグ2010年、11年、12年、3年連続チャンピオンを取った無敵の女子でございます。今回、競争女子に殴り込みをかけに、満を持して出場が決まりました。まだまだグリップの経験とかは少ないんですけど、ドリフターの根性で、みんなを任したいと思います。ちょっと現役は随分長いこと、退いていますので、鮮烈な、復活デビューウィンを飾れたらなと思ってます。よろしくです。